生きただち夫妻の墓、生きただちか11月放映元年8月22日は、岡山藩筆頭画廊。生きや四代当主。官位は、十五位下。通称は清兵衛。主君は池田綱正、池きなまさ。ただちかは三代、生きただ定の七男で、即室、大津との子である。正室にも六人の男児が生まれたが、いずれも創生した。陽名は三次郎、の父長十郎。 原服の後、影湯中虎と名乗った。漢文12年6月28日、父が江戸から岡山への帰途に急死する。同年9月9日、家督を相続し、清兵衛忠家と改名した。鳥取藩画老、荒尾生元の娘、織津と婚姻した。遠方8年、藩室つなまさが、虫明神屋を訪ね、き家の治療地を視察した。元年、正室、 お律が死去した。去年27、夫妻に子はなかった。即室に京都の松井氏の娘、大妻を迎えていたが、こちらにも子はなかった。お妻は、教法13年に66歳で死去している。元禄14年、阿公事件が起こる。平手打入を指揮した大石義雄の母は、岡山藩家老、池田雄生の娘であったことから、 幕府に配慮し、筆頭画廊の忠鹿は、天城池岳の当主と共に隠居を命じられた。さらに3万3千国の治療は3千国元の3万国となり、これが幕末まで続いた。天城池岳も同様に元禄となった。忠鹿には着手がなかったため、同福の姉、豊の子で、文家の意気証言を養子とし、五代忠義として家督を譲った。 宝永元年死去、去年五十三。法名は、随教院伝。生意は、おじうん大古寺。墓所は、生き家戦緑山墓所。ありがとうございます。